下のね毛を全部剃るんですよ。干潮地獄。10日分の詳細ここに出しておきますね。ここが私の一番の頑張るところだと思って、やっぱりすごいもう取ってしまうんだっていう。おはようございます。子宮頸がんサバイバーの川村理香です。今日のテーマは手術の詳細です。私も子宮頸がんになってから、どういう手術を受けるんだろうっていうのですごくこう気になっていろいろ調べたんですけど、病院の先生方が書くような詳細だったりとかで、患者が受けたらどうなる、どういう気持ちになるかっていうのってやっぱりほとんど見られなかったので、私はそういうことを詳しくブログに書いたんですけど、ここでも YouTube でも手術の詳細を話していきたいと思います。まず前日、私は、4月の26日朝の9時から手術だったんですが、前日4月の25日の朝から病院に入りました。でまずは入院の手続きをして、で手続きが終わったら、入院する洋服だったりとかパジャマだったりとか、そういうのを全部自分のお部屋に持って行って、でその後に看護婦さんに呼ばれて、明日手術をする詳細だったりとか、各先生方とお話をするんですが、まず私は麻酔の先生とお話をしました。どういった手術内容をするのか、どういったお薬を使うのか、どういう副作用があるのかっていうのも詳しくそこで聞けます。そこでね、分からなかったりとか不安なことももう全然先生に聞いちゃってください。主治医の先生はその後も何回かお会いできる機会はあるんですけど、麻酔科の先生だったりとか直接お話しできることがその時で終わってしまうので、その後にね、なんか不安だなと思ったら主治医の先生に直接聞いていただければ大丈夫だと思います。で私は、まず麻酔の先生とお話をしました。でその後看護師さんから、こういうことをしてください、ああいうことをしてくださいっていうすごい細かいレクチャーも含めた説明を受けます。その時にですね、これからの10日分の詳細、何をやるかだったりとか、どういうことを頑張るかっていうことを書かれたスケジュールをいただきます。一応ここにちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ここに出しておきますね。はい、私は10日分の、スケジュールをいただきました。でこれを見ながら、これから毎日チェックをつけたりとか、よし今日はこれを頑張るぞっていう目標になるので、とても大事なスケジュールでした。で看護師さんからお話や説明が終わった後、自分の部屋に戻ってきます。その次、私がとっても苦手だった残尿検査、経験された方いらっしゃいます？残尿検査がすっごい苦手で、おしっこのとこに管を刺して、自分がトイレに行った後に看護師さんに管を入れてもらって残尿がないかっていう検査をしてもらうんですけど、もうそのね、管を入れる時がね、今思い出すもんへってなるぐらいちょっとね、痛かったです。そう、残尿検査頑張ってください。残尿検査ね、そう大変なんです。その後は、お部屋で採血をします。でその後脱毛をするんですけど、いや脱毛っていうのは、私は子宮頸がんの手術なので、下のね毛を全部剃るんですよ。でどうするのかな、除毛って書いてあったんで、どうするのかなと思っていたら、看護師さんがバリカンみたいな、なんか電動カミソリっていうんですか、でも私にはバリカンにしか見えなかったんですけど、バリカンみたいなものを持ってきて、あ、じゃあ剃らさせていただきますって言われて、なんかビニールシートみたいななんかところに、私はもうショーツを脱いで、看護師さんが除毛をカミソリでジョリ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 ってしてくださいました。看護師さん見てないかもしれないけど、ありがとうございました。
もうツルツルでした。手術前はツルツルです、みんな。はい。でその後お昼ご飯も夕ご飯も普通に食べれます。普通のご飯食べれました、病院食で。私の場合朝の9時からの手術だったので、前日のお昼ご飯夕ご飯は OK で、お水は手術当日の朝の6時半まで大丈夫でした。夕食を食べた後はシャワーを浴びます。手術をしたら何日間かシャワー浴びれないので、手術前最後のシャワーになります。でその後あのメディキュットみたいなあの白いストッキングを、あの結構着圧のあるあのふくらはぎまでのストッキングを履きます。術後かなり足がむくむみたいなので、その着圧のメディキュットみたいな男性ストッキングって言うんですけどを履きます。でその後下剤です。でも本当に私エビスマスカッツっていうユニットを組んでいて、その時のメンバーでがんを経験した浅見ゆまちゃんっていう方がいるんですけど、手術前に会いに来てくれて、下剤が大変だったよ、下剤が美味しくなくって大変だったよっていう風に言われて、はっ、ゆまちゃんが言ってた下剤だと思って下剤を渡されて飲みました。でもね、私が飲んだ下剤はとっても美味しかったんですよ。マグコロールという下剤の飲み物だったんですけど、カルピスみたいなヤクルトみたいな、なんかね甘くてねとっても美味しい下剤でした。で8時に下剤を飲んで9時に寝たんですけど、あのその下剤の効果で夜の10時と朝の4時半にあのトイレに行って、何もねお腹痛くなくすっきり出すことができました。そのまま眠りにつきました。で次の日朝の6時に起こしていただきまして、でまずねあの肝腸をしてもらいます、看護師さんに。で肝腸って私初めてだったんですけど、肝腸を入れてから看護師さんにできたら5分待ってくださいって言われたんですよ。なんですけど全然我慢できなくって、私はもう1分肝腸を入れられて1分でトイレに駆け込みました。トイレに駆け込んでもう体がもうなんかね冷たくなっていくのが分かって、なんかもうお腹痛くてはぁみたいな、なんか下痢ピーピーの時皆さんなったことないですか？なんかねもうね体が冷たくなってきて、もう冷や汗タラタラで、でも本当に地獄でした、肝腸地獄。まあでもね、その地獄も10分だけです。10分頑張れば、肝腸地獄から抜け出せます。いやもうほんと肝腸地獄頑張ってほしい。これからね、やる方は。で、その後、家族のね、みんなが来てくれてたんで、家族に、励まされながら、手術のところに向かうんですけど、私が行った国立病院は、とても大きな、綺麗な病院で、いろいろね、家族はここまでですって言われて、バシャーンってなんか自動ドアみたいな、重い自動ドアみたいなのが閉められて、でその後目が開かないようにここにテープを手術前に貼るらしいんですけど、それで麻薬がね全部取れちゃうかもしれないんですけど大丈夫ですかっていう風に言われたりとか、ネイルも健康状態を確認するために取りました。であとコンタクトですね、コンタクトも外して、そう、私すごく目が悪いので 0.03 以下なので、手術台に行く結構手前でコンタクトを外して、メガネ持ってたらいいんですけど、メガネも私なくしちゃいそうだったので裸眼でいろいろ、何持ってたんだろう、なんか持ってた記憶があるな。看護師さんだったりとかと一緒に手術する部屋に向かうんですけど、もうそこがねすっごい、もう今でも覚えてるんですけど、ドラマの撮影をしているんじゃないかっていうくらい、私はなんかその時重たい気持ちじゃなかったですね。なんか戦ってやるぞっていう気持ちで手術室の方に向かいました。なんかね、まあ、負けず嫌いなんでね、なんかもう負けたくないみたいな、病気に負けたくないっていう気持ちがその時あっただと思います。で手術台の方に行くと、もう本当にドラマで見るような大きいライトと手術台と、まあ、先生たちが 3,4 人いて、すごくピリピリしているのかなと思ったら、みんなこう笑顔で大丈夫ですかみたいな感じでいてくれて、で音楽もリクエストがなかったのでジブリかけときますねって言われて、でずっとねジブリの曲が流れていて、
まず手術台に乗って背中の硬膜外麻酔をします。で、私が一番怖かったのがこの硬膜外麻酔の前の痛み止めの注射だったんですよ。で、なんでかっていうと、その前日の麻酔の先生とお話しした時に、硬膜外麻酔、背中のね、背骨のところに管を入れるのすごく痛くないですかっていう話を聞いたら、いや、その管を入れるよりもその前の痛み止めの注射の方が痛いですよっていう風に言われたんですよ。で、なのでもう、ああ、もうここが私の一番の頑張るところだと思って、で、まず赤ちゃんがお腹の中にいる格好になってください、こう丸くなる、膝と胸がこうぶつかるような、なんか寝ながら体育座りの丸くなった格好をして、で、背中にまず痛み止めを打つんですけど、って顔してたんですけど、全く痛くなくって、多分麻酔科の先生の腕がとっても良かったのか、もう本当につねった痛さよりも痛くなくって、で、もうそれが終わったかなと思ったら、もう気づいたらもう背中にこう管が入っていく感じがして、まあ、管が入っていく感じもあったんですけど、痛み止めのおかげであんまり感じることもなく、それが終わって、で、ここで酸素を入れてもらいながら、ここですね、このね、針もね、そんなに痛くなくて、で、ここから全身麻酔の注射を入れていきますね、呼吸しっかりしてくださいねって言われながら少しずつ入れてもらうんですけど、もう本当こう画面っていうか、私が見ている画面上では産婦人科の先生2人担当してくださるんですけど、手術で私の手を握りしめて、よろしくお願いしますって笑顔で私に言ってくださって、もうそこからもう私の記憶はないんですけど、女性の先生2人だったんですけど、でやっぱりすごい、もう取ってしまうんだっていう不安と、強い心でいたとしてもやっぱりその時は不安だったりとかいろいろある中で、その主治医の先生の笑顔と、よろしくお願いしますっていう言葉でとっても助けられました。そしてね、笑顔は本当一生忘れられません。もうね、2人の先生今の病院にはいなくなってしまったので、もうね、会うことはないんですけど、どこかで会ったらいいなって思ってます。はい、そう、7時間後に起きたんですが、手術自体は多分5時間半から6時間って言ってたんですけど、先生たちすごいですよね5時間半とか6時間とかずっと立ちっぱなしで多分手術をしてくださったんですけど、はい、で、私はもう目を覚ました時にはいろんなとこに管がついてたりとか、ここになんか酸素のマスクみたいなのがついてたりとかしてて、なんかもうほんとぼーっと、なんかね、不思議なぐらいどこも痛くなくて、硬膜外麻酔のおかげだったりもすると思うんですけど、なんかスーッと目が覚めて、で、何回かね、麻酔の副作用でちょっと気持ち悪くなって3回ぐらい吐いたんですけど、近くになんかボールみたいなのがあって、横でね、こう取ってベッて吐けるようになってるんで、吐く時も心配いらないと思います。もう吐くのは当たり前っていうか、みんなそうみたいなので、で、足には足をマッサージするようなポンプがずっとついていて、それはね、手術後24時間ずっとつけっぱなしみたいなんですけど、もうずっとね、その病室の中がシューポンシューポンっていう音だけ響き渡っている。で、自分はなんかもうポケーっとしてるけど、あ、終わったんだっていう、どちらかというと無の状態でした。本当に何も考えない無の状態でした。で、その日は9時から始まって、9、10、11、12、1、2、3、4、そうですね、起きたのが夕方の4時ぐらいだったんですけど、もうそのまま寝たり起きたり寝たり起きたりで一日を過ごしました。これが手術の詳細というか、私の手術
前日そして手術当日の記憶をお話ししたんですが、手術自体は先生たちにお任せしていましたし、詳しいことは皆さんが通っている病院の先生だったりに聞いた方がとても詳しく教えてくださると思うので、私は患者としての経験体験を今回はお話ししました。手術当日に頑張ることは脱腸です。脱腸さえ頑張ればあとは寝てるだけということで、今回もご視聴ありがとうございました。なんかこの1回目2回目3回目とちょっといろいろ緊張してしまって、ね、なんか堅苦しい YouTube チャンネルになってしまっていますが、これからねもうちょっと私が気楽にお話できたらいいなって思っています。はい、チャンネル登録してくださった皆さん本当にありがとうございます。本当にがんの話ばっかりで結構ね暗い話だったりとか痛い話だったりとかが多かったりするんですが、まだまだこちらのチャンネルも頑張って発信していきたいと思いますので、チャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントと高評価もお願いします。お願いすることばかりですいません。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。